こんにちは、シェア畑菜園アドバイザーの富山です。ここではですね、私がおすすめする家庭菜園に最適な有機無農薬栽培を紹介していきます。今回はですね、いちごの花が咲いてから4月にやってほしいことを紹介していきます。それには5つあります。まず最も大切なのが受粉の促進です。蜂がですね、受粉するとですね、大きなイチゴができるんですね。形のいいイチゴができます。人工受粉などの方法もありますが、やっぱり蜂に受粉させるのが一番いい実になりますので、蜂が入りやすいような環境を作ってあげることが大切です。蜂はですね、いろんな花に飛び回ってですね、いろんな花粉をたくさん足につけてきます。自分の花の花粉よりもですね、他の花の花粉で受粉した方がいい実になるということは科学的にも分かっていることなので、蜂にお任せしましょう。ここは、はい。でもしですね、ハケなどでどうしても人工受粉したいという方がいらっしゃればですね、暖かい日のですね、晴れた日にですね、できるだけ朝早くハケやなんかで使ってやってください。いちごが育ってきたらですね、大切なのはですね、このいちごの実がですね、直接土に触れないようにしてあげることですね。土に触れてますとですね、土の中の土壌微生物がいちごを食べてしまいますので、このようにですね、不織布でも結構ですし、何かこうやって引いて土に触れないような対策を必ずしてあげてください。不織布ですと、こうやって風に止めるのが心配なら、こうやって郵便かなんかでこうひゅって止めておいて、こうやっていちごの実の下に腐食が来るような形にしてあげるのが大切です。こう見ていただくと分かるんですが、1本のですね、つるからですね、こうずっと伸びてきて、子づる孫づるという形でこう広がってきますね。すると、こう今もこの状態で 1,2,3,4,5,6,7,8 個ついてますね。これですとね、ちょっと多すぎるんですね。大きなイチゴを取りたいならですね、全ての花をですね、実にするのではなく、大体ですね、この一つのつるからですね、4個か5個ぐらいを取るような形にした方が大きくていい実が取れますんで、この段階でですね、間引いてほしいんですね。間引くのはですね、こう根元に近いこう後から出てきたこういうものですね、これをこうつまんで切ってあげます。そうですね。で、ここもこのつるから出た脇づるですね、脇づるはいりません。切ってあげます。これも脇から出てきたやつなんで切ってあげます。で、今 1,2,3,4,5,6 個ありますね。6個ぐらいにしてあげて、これも多分いらないと思いますが、そういう様子を見ながら、そういうふうな形で間引いてあげるといい実ができてきます。それでですね、もう一つ大切なのはですね、この実が取れるとですね、第2の脇づるっていうのはここに伸びてきます。で、同じようになります。第2回目の収穫がそれでできます。その時はですね、1回目よりやや小さくなりますんで、1回目で5個残したら次は4個残す。するともう1回第3づるが伸びてくるはずなんですね。この3づるまで収穫するとですね、1つの株から15個ぐらいのイチゴを取ることができますので、これだけで終わりということじゃないので、安心して積んであげてください。次にですね、赤く熟してですね、美味しい、明日取ろうと思ってるのに取りに行ったら鳥に食べられてるなんてことがよくあるんですね。美味しいイチゴはですね、鳥も大好きです。そこでですね、鳥から身を守る方法をここでは2つお教えしたいと思います。もちろん防虫ネットでですね、しっかり囲ってしまえば鳥は入ってこないんで、それが一番簡単なんですが、それをしてしまうとですね、大切な蜂も入れなくなっちゃいますんで、ここでは蜂も入れて鳥よけになる方法を2つ紹介していきたいと思います。まずはですね、このテグスというものを使う方法です。テグスをですね、鳥が入ってくる侵入路にですね、まず地面からトントントンって飛んできた、そこにですね、このテグスがあって足に引っかかると怖がって逃げるように形でですね、まずこういうふうに巻いていきます。ここに止めましたらですね、これは今段ボールでやってますが、もちろん支柱を使ってもいいです。こういうふうにちょっと外側にやって、こういうふうにぐるーっと巻いていきます。こういうふうに巻いておくとですね、これ目に見えないこの紐がですね、足に触れて怖がるんですね。こういうような形でこうぐるーっと巻いていきます。上からですね、直接降りてくるのはそうはないんですが、一応こう今度は一周させたら、こうぐーっとクロスさせて上にですね、真上もこういうふうに、クロスさせて2本ぐらい巻いてあげると、安心です。
こんなような形で、テグスで虫除けするのは一つの方法です。それでもですね、突破するですね賢い鳥がいるんですね。それにはですね、どうしたらいいかっていうと、今度蜂が入れて鳥が入られない資材を用意するんですね。私が用意したのはこの防鳥ネットというネットです。目が結構 あってですね、蜂は入れるが鳥は入れないというのをこう全体にかけてあげます。これはもう完全に防げますんで、もう完璧にこれで鳥は入れません。で、四隅を U ピンなどで止めてあげれば、隙間なくしとけばもう鳥は入れませんので安心です。このどちらかの方法を取ると、蜂が入れて鳥が来ないイチゴを守る作戦が大成功すると思います。最後にですね、イチゴにですね、イチゴの実に栄養を向けるための方法として、ランナーを切るということをちょっとお教えしたいと思います。今このイチゴにですね、花が咲いて実が突き出したんですから、ここからですね、こうつるが伸びてますね。これがランナーです。実を言うとですね、ここにイチゴがはみ出してできてるんですけど、これはですね、ここ見ていただくと、この株からですね、去年の秋にですね、ランナーが伸びてですね、ここに住み着いちゃったですね、イチゴなんですね。こういう形で、このランナーっていうのはこういうふうに地面に落ちますと、こういうイチゴに育ってくるんですね。でも今ですね、この実を充実させたいのに余分なところに栄養を取られちゃ嫌なんで、このランナーをですね、できるだけ根元からこう切ってあげます。そうするとですね、イチゴが蓄えている養分がこの実の方に全て回りますんで、よりいい実ができるということです。以上ですね、4月にあるイチゴ栽培の5つのポイントをお話ししてきました。それではですね、5つのポイントを復習してみましょう。1つはですね、蜂による最良な受粉をさせるということですね。それからもう1つはですね、できた果実がですね、地面についてると腐ってしまうので、それの保護ですね。3つ目がですね、たくさん実がついてしまうと一つ一つが大きくならないんで大きくするっていう方法。それとですね、ランナーという次世代を育てる茎が伸びてくるんで、それを摘心するということ。そして最後はですね、せっかくなったですね、美味しいイチゴをですね、鳥に食べられないように鳥よけするということです。この5つを能登山流の方法でご紹介していきました。参考になりましたでしょうか。このシリーズではですね、今後もですね、いろいろな野菜作りを紹介していきますので、よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。はい、それではまたお会いしましょう。シェア畑菜園アドバイザーの能登山がお届けしました。またね。じゃあね。